は今から新大久保に行ってきます。念願の食べたかったチュクミのですねお店に行ってきます。めちゃくちゃ楽しみです。それじゃあいっぱい食べそう。今までのチュクミで一番うまい。帰ってきました。帰りにですね、韓国のスーパーでお買い物してきたので買ったものをね紹介しようと思います。最初にご飯屋さんから歩いて近くのイエスマートに行きました。でその後にもう一回ソウル市場でお買い物したんですけど、まずイエスマートで買ったのが韓国唐辛子2
2袋買ったんで 400g ですね。切って冷凍しておきます。辛ラーメンとか食べるときに入れるともう本当に美味しいんですよ。ちょっと辛さも足されて、なので大好きです。これもイエスマートで買いました。こっちのね、冷麺にしました。なんかこの前冷麺をネットで買い物した時にたくさん食べ比べして、どれが美味しかったんだったっけと思ってそう、それでなんかね、この種類のあの冷麺はスープがね美味しかった気がしてこれにしました。全部美味しかったんだけどね、それぞれやっぱり特徴があってね、あ、こんなにも全然違うんだなっていうのを感じた。キムチと一緒に食べるともう本当に美味しいです。9月入っても全然30度とか超えててまだまだ暑いので、そう、冷麺はね食べると最高です。いつになったら秋服着れるようになるんだろうと思う。今日もさ、こんなノースリーブで真夏じゃんみたいなの。じゃあこっからはソウル市場の方で買ったものを紹介していきます。まずは冷麺と同じメーカーのジャジャン麺ですね。私ジャジャン麺はインスタントの袋に入ったジャジャン麺食べたことあるんですけど、こういった感じの生麺のジャジャン食べたことなかったので、すごい気になっていつか食べてみたいなと思ってたんですけど、初めて買ってみました。あ、タンムジ一緒にさ、あのジャジャン麺食べるときにさ、食べたかったやつあったのに忘れてた。おでん買いました。この種類のおでんが一番好き。トッポギとかを作るときに入れます。これね、初めて見たんですけど、じゃん、この春雨の、韓国のこのおとぎの春雨大好きなんですけど、タイル春雨が出てて、でちょっとなんか中国タンミョンとかよりはちょっと細いけど、でもなんかもちもちしてそうな感じの、このね、美味しそうじゃない。18ミリって書いてあります。そう、だからこうやってちょっと韓国語だけど、こういう風にね、いろいろ載ってて、ちょっと食べたいなと思います。ハンウルキムチです。なんかスーパーで買うキムチで、私このハンウルキムチってやつがめっちゃ好きなんですけど、韓国スーパー行ったらこの大きいのが売ってたので、いつもなんかスーパーで買うのはこれのもっともっとちっちゃいこのぐらいのサイズで、いつもねすぐ食べちゃうんですけど、今日大きいのが売ってたから味一緒かわかんないけど、ちょっと買ってみました。このマッキムチと、これは初めて食べます、チョンガキムチです。このちょっとメーカーのチョンガキムチ食べたことなかったので、食べてみたいなと思って買いました。これと冷麺と最高ですね。私ね、こういうとこ行ったら絶対辛ラーメン買うんですけど、この前コストコでめちゃくちゃ大量に買ったじゃないですか。で、さすがにまだあるので辛ラーメンは買ってないんですけど、辛ラーメンの次にこういう袋麺で私大好きなのがプルダックなんですけど、このプルダックのカルボ味が一番好きなんですよね。なので買いました。普通のやつか、このカルボか、私はすごく好きです。大好き。こういった韓国スーパーとか行かないと5食入りのこのブルダックないんですよね。たまーになんかスーパーとか行った時に、売ってるスーパーとかあるけど、1つ入りっていうのしか見たことない。だからこういうとこ行ったら5食入り買います。これがですね、もう食べちゃって、あれあったらよかったんですけど、ちょっと前にですね、大阪に行った時に、コリアンタウンにね、行ったんですよ。で、その時になんかお母さんがビビゴの海苔チップスを買ったらめちゃくちゃ美味しかったみたいで、また食べたーって言っててね、今日行った時あるかなと思って見たんですけど、なくって、ね、ちょっと似たようなのがあったので、買ってみました。じゃん。これがわさび海苔店と、こっちがオリジナル海苔店です。味がね、違うんですけど、ちょっとね、2種類買ってみました。なんかそのビビゴのね、海苔チップスは本当に美味しかったみたいで、それもね、3種類味があるんですけど、9点の目代わりで買いました。ネットでもなかなかなくて、これはですね、ちょっとね、家でも作ってみたいなと思って、味はわかんないんですけど、すごい人気だった。これもあと2つしかなかったです。テンピョのイカ炒めヤンニョムですね。あ、イカ炒めなんだ。でも、エテはタコだよね。そう、今日食べに行ったところもいつか絶対行ってみたいと思ってたんですけど、もう今まで食べた中で一番美味しかったです。最後の締めのチャーハンももう本当にプチプチしてて美味しかったし、お昼の時間にはねちょっと人がいっぱいすぎて行けなかったんですけど、ちょっとずらして行ったら行けたので、すごい良かった。もう本当に美味しかったです。はい、というわけで今日はですね、新大久保での一日というか新大久保での Vlog でした。それではバイバーイ。